自民党の総裁選挙は今日4人の候補者が出揃って29日の投開票に向けて選挙戦が始まりましたけども、昨日になって急に野田聖子さんが名乗りを上げて、男2人女2人という初めてのパターンになりましたね。で、まあ野田さんは勝つ見通しは全くないわけですけども、なんでできたのかもう一つよく分かんないけども、まあでもはっきりしてるのは野田さんの公約は男女別姓容認なんですね。それから河野太郎さんも容認ですね。それから岸田さんも容認、それから高市早苗さんは男女別姓反対と3対1ですね。で、僕はね、これは意外に大きいと思うね。総裁選挙でこういうふうにはっきり主張が分かれたことって、他の経済政策とかなんかはね、まあみんな適当なことを言ってるから、あんまり差が出ないんだけど、この男女別姓というのはね、もう25年揉めてるわけですよ。もともとは1996年に法制審の答申が出て、それを自民党右派が止めちゃってね、神社本庁とか日本会議とかそういう人たちがですね、それをずっと今日に至ってるわけです。ほんで、こう中身のない話なのに、延々と続いてるわけですね。で、僕はね、この問題ある意味で言うとね、こう古い自民党と新しい自民党の戦いなのかなという感じがするんですね。というのは、この男女別姓反対っていうのは、もう普通に考えたら全然無意味な話なんでね。日本以外の、世界中の全ての国は男女別姓容認ですから。で、日本だけがね、この特殊な制度になってるのは、明治時代の民法で男系男子って長子相続っていうのを決めちゃったわけですね。で、それを戦後民法を改正した時にちょっとこう何ていうか改正の仕方を間違えて、その結婚後も名字を同じにしなきゃいけないっていう部分を変えなかったんですね。で、そのおかげでいろんな不便なことが起きるから変えましょうということ、まあこれははっきり言って、いわゆるコンピューターで言ったバグみたいなもんでね、96年の法制審で、まあ、ちょっとここ矛盾して他とね整合性取れないから、この名字だけね、この同じにしなきゃいけないっていうのはおかしいよねということで、もう非常に簡単に決まった改正やるんですね。ところがそこに最初はどうも神社本庁あたりだったようですけど、そういう人々がね、その家族の家族、要するに明治民法の家長の概念ね、そのああいうその家というのが日本の憲法を超えるね、伝統的な日本の古来の伝統であるという反対論をキャンペーンを張り始めた。で、日本会議っていうのはまあ自民党のね右派の支持者に結構支持者がいましたから、その人たちがこう日本の伝統を守れと、で憲法を超える家族制度を守れと、で2012年の自民党の憲法改正案には家族のを大事にするとかっていうよくわからない条文が入っていてですね、家族っていうのは憲法より上なんだと。で、その家族とは何かというと、明治時代に決まった長男相続のですね、まあ、非常に法のボタンの平等に反する規定なわけですね。これ要するに長男が全部財産を相続するってことになってるわけで、女性には何の権利もないと。で、それはさすがにおかしいだろうということで、戦後は女性でもその女性が男性が女性の権名字を名乗ることもできるようになったので、まあ、論理的には両方同等なんだけど、実際には女性の名前の名字を名乗る男性っていうのは 2% ぐらいしかいませんから、結果的には女性が男性に合わせなきゃいけない。で、まあ結婚後もね、仕事する女性にとっては不便だということで、変えてほしいという話がいろいろあったんだけど、まあ20年ぐらい前からね、高市さんなんかもうずっと20年ぐらい前からこれやってくれ、来てる。で、最初は彼女もね、日本の伝統とか何とか言ってたんだけど、これは間違いであることは明らかですね。これはアゴラで僕も何度も書きましたけど、日本の伝統は夫婦別姓なんですよ。で、これはね、日本だけじゃなくて中国も韓国も東アジアは全部夫婦別姓が原則なんです。ところが日本は、実は日本の家というのは、そういうこう、男系男子の東アジアの伝統とは違うんだね。だからそういうのは割と原則曖昧で、ほとんどの人は、名字もなかったりしてましたから、そんな、男系男子の天皇とかね、
なんかその長子相続の家制度とかね、そんなものは日本の伝統じゃないわけ。でそれはまあ10年ぐらい前にはもうね、高橋さんも含めてみんな分かってる、分かったみたいなんだけど、もう今度はね、なんかそのとにかく結論は同じで理由がどんどん変わってきてね、最近は家族の絆とか子供の名前が変わって変わっちゃうとかわけのわかんない話になって、じゃあこう日本以外の国は全部子供かわいそうなのかと、家族の絆はないのかと、もうね、破綻した理屈をね、特に高市さんが執拗に唱えて、自民党の議員に、地方議員にね、そういうなんか、男女別姓容認するなっていうね、なんかこう、お触れを回したりですね、めちゃくちゃやってきたわけですよ。で、僕もね、何回かからかったことあるんだけど、今度総裁選に出るっていうんだったらね、20年やってきたんだったら、それを言えばいいのに、彼女の公約に全く入ってないわけ。それはもう要するに自分で論理が破綻したってことを認めたわけですよ。分かったわけですよ。さすがに彼女だってバカじゃないからね。で彼女の周りに集まってくるネット上の人々もさすがに夫婦別姓反対っていうのはどうも理屈に合わなそうだということで、最近の誰も言わないんですよ。門田さんとかね、有本さんとか、これ夫婦別姓どうなったんですかって何も返事しない。はっきり言ってね、もうこういう古い自民党、もう今のなんかこう75歳以上のね、後期高齢者の自民党はね、もうどっか行ってくださいよ。で、これを機会にね、男女別姓、夫婦別姓反対とかっていうくだらない論争はもう蹴りをつけましょう。